し、再開していくぜ。さーて、この先だね。この先、行ってみようか。ま、そのまま、直行で行ってみようじゃないか。セーブしてやるし、なんとかなるやろ。これ意外となんかある。なんもない。お意外となんかある。なんもない。さて、炎系かなこれ。あらら、アールマザー、とんでもねえ、とんでもねえやつが出てきたけど、両脇に可愛い子ちゃんとええおっぱいした女の人が二人くっついてますね、これね。おいおい、なんだこの大きさ。見つかってよかったね。こんなの放置したら、あの村一個の犠牲じゃ止まらないよ。何が相手であれ関係ない、みんなで勝って帰るんだ。せやな。とりあえず私に任せてしようか。とりあえず防御を考えていきつつのだが、一応敵は1体ってことなんだ。3体いるのかなと思ったけど、そういうわけじゃないんですね。攻撃力低下、何系の攻撃をしてくるかだな。まずな、麻痺系、はあ、なるほど。防御低下、物理系かな。ビッグプレゼントのフレームパーティー、効かなそうだけどね。カゴのために一応取っとくか。ブリザード、ブリザードの精神が暗闇とか毒とかどうでしょうか。でカゴと毒にはならないか。2000、そんなに効かないね。物理系かこれ。完全に物理系ですか、お敵さんは。お敵さんは物理系な雰囲気ですねこれね。暗闇になったりしないかな。アイスクロプライド、お、新たな生命が生まれた。うわーと、なんか来たよこれ。ちょうど全体攻撃やって助かったなこれ。うん、防御力が低下ってのが本当に地味にやらしいね。さーてどうするか。一応リカバー打っとくか。んー、まあいいか。腕砕きしてバウンドバブルかな。モードチェンジしちゃう。とりあえずバウンドバブルで様子見で行ってみようじゃないか。まあ両脇のやつはそんなに強くないやん。両脇のやつはそんなに強くない。防御無視、痛いじゃないのよそれ。防御無視とな。カバーして、なんか違う。少なくとも今睡眠は効かなかったし、パラライズウィンドウ、人間系には見えないけどやってみるのもいいんじゃないでしょうか。ちょっとスノーリバイブかけておこうか。ダメだね。6000、結構いいダメージ出る、結構いいダメージ出るね。打撃系、死ぬ死ぬ。ちょっと私に任せて、の能力下げつつのアイスパーティーはまだ効いてる。アイスクレイド、攻撃力でか、オッケー、よしよしよし、アイスが切れたな。睡眠とな。これはちょっぴりまずいかもしれませんね。よし、全体攻撃かそれ。なるほど。これはちょっともう一回ビッグプレゼントのどうするかな。敵が素早いってのがちょっといただけないんで、トリッキームーブで先制リカバーを打っていきましょう。よし、先制リカバーの先制アイスが打てればなんとかなるんじゃないか。よし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 、なんとかなりそうだ。グラウンドローラーリカバーだなここは。さてアタックが下がってると、スタンが意外と効いたりするかもしれん。まだこれはかかってる。アイスクルプレイド、臨床性低下、おう、なるほど。
状態異常は効かないかな。いまいちこう火力に欠けるよね。いまいちこれだっていう一打に欠けるところのではあるところではあるけれども、んー、まあなんたちゃんが6000ダメージ与えてるから十分強いっちゃ強いか。あれ、私に任せるの効果が切れてる、切れてるよ。暗闇とかを狙っていきたいところだけどね。ウォーターとどっちが効きやすい。2000か、いまいちだな。魔王の方向、辛いねこれはね。でリカバーかけつつのキュア&デダウン。ウォーターが2300ぐらいだったっすよ。アイスはどんぐらい引くの。2200、ほぼ変わらんな。そんなに魔法が効く感じで、うわー、これはまずい。睡眠耐性が必要ですね。睡眠耐性が必要でございますね、これね。炎、痛い、ちょっとこれ。これちょっとまずいよ、これちょっとまずいよ。これちょっとまずいぜ。これはちょっとまずいぜ先生。よしよしよし。何？ちずなちゃんの方が早い。これはまずいぜ。これはまずいぜ。一度体勢を立て直したい。フェニオー、よしよしよし。ヒースタン、これはまずい。攻撃力をなんとか下げてアイスパーティー、よし、よしよしよし。なんとか持ち直したか、なんとか持ち直したか。これで砕きの、まだ一人残ってるか。よしよしよし。デバフをしっかりかけてこ、デバフ大事に、デバフ大事に。デバフが上がって、そんな攻撃、さてさて便所性でか。キーキーキー、毒が痛い、毒がうざすぎるなこれ。さて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 、防御も少しアップ、これやっとくか。よし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 。くっか、あ、危ねえ。攻撃力、攻撃力低下が元に戻ってしまったのをしっかり見て封じて、ちょっとここはしずなちゃんヒールしよう。よっしゃー、倒したー。なんとかなったな。いやー、危なかった。やってきたぞい、カレーパーティーじゃ、レッツカレーパーティーじゃ。これ
何も今並べなくてもいつ帰ってくるかわからんのに冷めたらどうするんじゃ。もう帰ってきますよ。腹ペコでみんな飛び込んでくるから先に並べておきましょう。何しろ他の冒険者さんと私たちの分合わせて全部で11皿あるですから、おかわりの順番だけでも喧嘩になりそうで大変ですよこれは。まあレイチェルがいいならそれでもいいが、あの人たちが負けるとは考えないのか。思いません。なぜです。なぜって、いやこっちが聞きたいんじゃが。勝ちますよ絶対。あの人たちは私なんかよりずっとずっと強い人たちなんですから。そんなに強いのか。むちゃくちゃ強いですよ。そうかい、ならわしも信じてみようかね。それがいいです。考えてみればお前が自分以外の力を認めたのはこれが初めてかもしれんな。今日だって皆さんとご一緒して、ほら帰ってきた。これだけ年をとってもわしは何も見えておらんかったようじゃな。じゃがありがたいことにあの子に欠けていたものは埋めていただけたようじゃ。あとはわしの最後の役目を果たさんと。最後の役目ってなんぞ。なんか水の流れる音がするね。よし全員揃ったわね。それじゃ帰りましょうか。どうした、昨日のカレーを食べ過ぎたか。昨夜のカレーを。カレー4杯ぐらいでなんとかなる。いいじゃない。4杯は食べ過ぎだよアナンタちゃん。そうじゃなくてレイチェルだよ。仕方ないでしょ、せっかく居場所ができたのにまた私らが連れて帰ってどうするのよ。てかカレー4皿でどうにかなれ。残念だけど仕方ないわアナンタ。友人として祝福してあげるべきよ。わだかまりが消えたんだから。畑仕事ならこっちでもできるしね。仲間からの容赦ない攻撃、私だって分かってはいるんだよ。分かってはいても寂しいじゃないか。別に交流がなくなるわけじゃないでしょ、近いんだから村同士。そうそう、会いたければ会いに行けばいいんだよ。そうやってダンジョン村を出て行った人たちがそれっきり手紙もよこさないのを私は知ってる。だね、しょうがないな、寂しいな、みんな一緒なんだよ。レイチェルお姉ちゃんだって。お？どうしたい？あら、レイチェルちゃん、来てくれるんかい、やっぱり。いやー、土産にブロムラ結びを買い込んでたら、すっかり遅れちゃいました。申し訳ございません。皆さん、鳩が豆鉄砲を食らったような顔しちゃって。土産ってことはレイチェルブラムラに残るんじゃないの？いつ私がそんなこと言ったんですか？帰りますよ、ダンジョン村に。しばらく畑を放置しちゃって見るのがちょっと怖いかも。私たちは歓迎するけど本当にいいの？実はちょっと迷ってたんですけど、出て行きなさいって言われましてね。背中を押してもらったんですよ。村のことは気にせずに好きなことをやりなさいってね。だから帰ります、ダンジョン村へ。どうしたのベレンチ。ベネットお姉ちゃんはプライドが高くてニヤついた顔を見せられたくないんだ。そんなことはないそうですよ。でもよかったわ、これで来た時と一緒、5人揃って村に帰れるわね。よろしくなレイチェル。ダンジョン村まで競争だ。あれだけの激闘でこの元気の良さ、どうなってんだあいつの体力は。見習うべきタフさですわね。いやー、やったねー。アクティブアイアンズ。情報屋の活動範囲が広がって新しく依頼をできることが増えたそうです。でも全然依頼してないんですね。アクティブなんちゃらかんちゃら。防御力下がるね。斬撃土耐性暗闇向こう、人面鉄で作った世にも恐ろしい鎧。岩か鉄かでも定かではないが、昔南の大地トルマリン鉱山を掘り進んでいたら、突如大きな銀色の塊に道を塞がれたらしい。顔の形をして珍しいので残したまま別の道を掘っていたのだが、いよいよ掘る必要ができてしまって、気味悪いなと思いながらも窓っこを突き立てると、突然岩の顔面が動き出して作業員を飲み込んでしまった。その時の咀嚼音の気持ち悪さったらなくて、近くにいた従業員の何割かは恐怖で気が狂ってしまったとか。それ結局取ったの、その顔の鉄。顔の岩だか鉄だかを取って鎧にしちゃってるわけ。それすごいな、呪われそうだなそれ。主観にしてほしい。笑いチェル、レイチェル。もうなんだ、ブロブラムスリー。ごめん、もう10個カンストしてた、カンスト中したよ。よろしくな。作物遠藤会、輝くアイエンド、あざす。何あげようかな。白くて細い種。素敵な種ができる。お願いしまーす。それしばらく9時もやってなかったな。9時くれ。ミラクル傷薬。マジックハニー。とりあえず一回休もうじゃないか。ふぅ。おいっすー。お、大噴火を君。また噴火してる。ちょっと静奈ちゃん静奈ちゃんってば。
あら、どうしたの、あなた。それ装備するのやめてって言ってるでしょ。危ないんだよ本当に。ん、それ、あー、ごめんなさい、私ったらついうっかり宿屋にまで装備を。気づかないものね。よいしょっと。 BGM が戦闘中だったってことで何かおかしいことに気づこうよ。ごめんなさいごめんなさい。でもこれとても素敵な装備なのよ。飛び散る火山岩を見ているとこちらのテンションまで上がってくるわ。そんなわけないだろ。だいたいばらまいてるしずねちゃんだけが安全地帯にいるなんてどうにも私は納得いかないな。それなら簡単。あなたも私と同じ位置に立てばいいの。どうやって？くっつけばいいじゃない。うん、どうかな。とりあえずやってみるか。何やってんの、何やってんの。いいじゃないか。ほらほら、そうでしょ。なんだこの日、いや、こんな BGM は初めて聞いたぞ。どう、そろそろ楽しくなってこない？まったくだ、絶対に安全だと分かっていると子供のようにはしゃぎたくなってくるね。あれ、かなちゃん、しずなさん、頼まれてた合成うちわ作ってき、どういうこと？何ですかその密着状態。日が落ちる前からお子様視聴禁止モードですか？認めません、認めませんよ。私は二人とも私というものがありながら。別にちょっと遊んでるだけだよ。それにしても二人ともって、君のターゲットはどれだけ広いんだ。私の心は愛の一色で、天敗がため待ちになるのはご愛嬌。それより何ですか本当に。それ、頭には怪しいリアル火山みたいなのついてるし、これから地殻変動でも始まるんです。これね、これはヘモゲ。何を、何が起きたの。マスコット一筋14年のこの私からヘモゲという悲鳴を引き出させるなんて。あらあら、ごめんなさい。これね、装備してると噴火する帽子なの。独創的で面白いでしょ。じゃあ今のは火山岩。そんなわけのわからない装備をあなた様ともかくしずなさんまで。目を覚ますんだしずなさん。かっこ、あなたは諦めた。そうだ、ご一緒さ、ご妖精さんもご一緒に。どう、この下なら安全に火山の噴火を見物できるわよ。何言ってんだこの人。ダメじゃん、ダメだ。私じゃ止まらん。天然とバカが組むとこんなやばいことになると。ちょっと誰が天然だよ。あんたはバカな部類だよそれ。あんたは自分、あんたはあんたで自分がどっちか分かれよ。簡単な二択だったろ。しょうがないな、ベネットさん呼んでくるか。待てよ、一緒に遊ぶってことは私が穴間に入ってもみくちゃいそう。なんなんだその顔は。あの、先ほどご一緒してもいいかとか言いましたよね。私も気が変わりまして、ぜひご一緒させていただきたいと。あら、一緒に楽しむ気になったの。どうぞどうぞ。あー、そんな詰めなくても結構。私、あなたさんとしずなさんの間に入れますから。なんで逃げんだよ。ちょっと、なんで逃げ。君からは邪念を感じる。こんな純粋な妖精捕まえて何言ってるんですか。いいから、父の間に挟ませ正体を現したな。よかね、くらえ。火山岩連打できるんだそれ。連打できるもんなんだそれ。なかなかやるじゃないか、なんださん。だがな、私が倒れても第2第3の。ちょっと喋らせろよ。落ちがつかないだろう。なんだよ、投げっぱなしかよ。噴火ってのはそういうもんだ。落ち着いた。金槌妖精が持ってきた合成センス。所持金5000、マイナス5000。合成うちは入手。ほう、何に使うのそれ。何に使うの。しずなちゃんの装備。しずなちゃんのお願いって言ってた割にはしずなちゃんの装備じゃないの。アクセ、あった。合成うちは夏を快適に過ごすというコンセプトで作った。はあ、うちはね、炎耐性 HP10%、 こりゃすげえ。はあ、中央の首にくぼみに魔導核を収める場所があり、ここに魔導核のエネルギーが続く限り1000円うちわが自動で所有者を仰ぎ続ける。へえ。高価な魔導核を食われることや、たまに金槌妖精のメンテナンスを必要とすることと大変な贅沢品であるが、そこまで手間をかけるなら自分で仰げよと言いたい。そりゃそうで、ごもっともでございますよそれは本当に。ちょっと合成屋に見に行って、あれやな、ちょっと合成できるもんがいろいろちょろっと増えてるんじゃないかなと。増えてるっていうか、お金が貯まったんで。ちょっとどういうことですか。何が。私置いて帰ったでしょ。人が片付けしてたらなんかな、5人で仲良く帰ってんだもの。嫉妬するわ嫉妬。ああ、そういえばまだ君がいたのか。ごめんごめん。みんな荷物持ってもらおうと思ってたのに仕方ないから馬車待ちですよ。しかもあそこ馬車ほんと来ない。時刻表見たら次、半日後とか。どういうこと。時刻で表せよ。時刻でどっから半日なんだ。そりゃごめん、こっちも浮かすだった。レイチェルが帰るって聞いて話に舞い上がっちゃって。レイチェルの背中を押してあげたのはどこかのおばあさんだったみたいですよ。私も手伝おうと尻を押したら蹴られましたがね。帰ってきてよかったですね、本当に。一人でもかけるとなんか暗いもんな。減って嬉しいのは体重だけとはよく言ったもんです。合成の用があるならもう一度話しかけてね。さーて、どれ作ろうかな。弓か。お、なんか変なのも作れんな。アクセサリー？服？
防具から作っていきたいね。マントこれなんだ、これ作ってみっか。なんかよくわからん、よくわからん羽、マントこれとか気になんな。これ作ってみっか。ラッバーズの冠、ほう？ラッバーズの冠とこっち作ってみようか。聖女の十字架、これも作っちゃおうか。お姉さんの鎧、あとなんか作れへん。もうお金なくなった、お金なく、これが作れる、弓が作れる。アデラ E でキャノン何作ってんのアデラちゃん。聖女の十字架が出来上がった。お、妖精でも知ってる人間の英雄登場。異界の門を閉じた聖女様ですね。ところで皆さんは妖精の英雄についてどれぐらい知ってますか？あんまり知らないみたいですね。まあ今日は一つ覚えて帰ってくださいよ。未来の英雄、金槌妖精をね。何言ってんだお前は。お姉さんの鎧。誰のお姉さんなのそれ。なんか説明文を読む限りすごい大変そうだな。何お姉さんって職業なの？へえ、人間の考えることはよくわかんねえ。妖精にはないな、そういうの。相手が年上だからってお姉さんとか関係ない。もっとも年齢による容姿の変化がほとんどないんで。年齢で呼び方変えてると面倒なんでしょうけど。でもね、最近愛ちゃんがみんなのことをお姉ちゃんって呼んでるから、それを見てると、そういうのもいいかなって思うの。私もお姉、呼んでいいかしら？お姉ちゃんって呼んでいいかしら？あ、いいの？やった！あなたお姉ちゃん。やべ、無駄。かわいいな、かなちゃん。アデライでキャノン。最近流行りの魔導弓、アデラさんが開発してたのか、これすごいな。私も発想力だけには自信を持ってるんで、こういう独創的な武器を見てると心が熱くなるんですよ。負けるかってね。そういうわけでこれからもっともっと独創的な武器を。なんで嫌な顔すんだよ、結構好きだろ本当は。ラバーズの冠、愛、いいですよね愛。やっぱ愛で、愛が世界を救うんだよ。だからもっと みんなもっと愛そうぜ主に私を。さて、いつも通り皆さんに弾いてもらったところで、愛ってのは一文字なのに複雑な感情ですよね。独占欲、性欲、嫉妬、もろもろ、いろいろな感情が混ざってきます。殺人事件が起こっちゃったりします。そういう不純な要素を取り除いていくと、最後に残るのは家族愛かもしれませんね。私も家族欲しいな。え、何？この村で一つの大きな家族だって。いいこと言うね、アナンタさん。折れるぞ、畜生。さてさて、いろいろ作ってもらいましたね。武器は作ってもらわなかったんだっけ。装備できそうなもんかな。お姉さんの夜装備できる。子守役のお姉さんが代々受け継いでる伝説の防具ってか、服。病液？疫病って何？疫病って。疫病って何なの？そんな、状態上あんのこれ。おー、固有ワードライブ、たまには愚痴らせろよ。子供の悪い雑言を聞き流す圧倒的な精神力。汚れに強く選択しても色落ちしない丈夫さ。どんなに心が病んでも笑顔で迎え撃つ根性。いつもしんどいお姉さんの心を守る完全無欠の鎧。それがお姉さんの鎧だ。ちなみにこれを着てマスコットの隣に並ぶと完全に風景に馴染むぞ。愛ちゃんはお姉さんじゃないからこれを装備できません。いやいや、あなんたちは何を言っとんだよそれ。精神力が思いのほか上がるね。うん、あーはぁ、だいぶ上がるな。水耐性か、麻痺スタン向こう。麻痺耐性がなくなるけど、これいいんじゃない、装備してもいいんじゃないですか。装備してもいいんじゃないですか。ちょっと他の部分でなんとかしたいね。寸木スタン混乱か。うんうん、まあいっか。あとなんか冠みたいなの作った。これ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 。 MP 自動回復 1%、 コイオーバードライブ、ラブ&ピース再び、ラバーズ、どっかで聞いたような、あー、エグゼクティブワンドの、という感想も遥か彼方に飛んでいく、チートオーバードライブの復活。チートオーバードライブ。これ自体の装備能力が低めなこともあり、ボス戦闘ぐらいでしか出番はないが、速攻が必要なボスにはこれ以上の装備台ある。ほう？どんなオーバードライブなの？てか、誰が装備できるのこれ。アイちゃんも装備できるんだ。ってことは魔法系かな？ラブ&ピース !3 ターン、味方全体の能力を大幅に強化する。ほうほう、これはすごい、そうだ。これはすごそうだ。ねえ。ははん？ははん？これ、ラブ&ピース。ボス戦になったら装備してみるか。ボス戦になったら装備してみるか、これ。それもよかろう。
あとなんかこれが聖女の十字架、混乱毒暗闇向こう、清く見合わせて作った簡素な十字架、光って見えるのはニスを塗ってるからだとか、裏に沈黙向こうと小さく彫られているが、そんな効果はない。おそらくおしゃべり好きの聖女様が沈黙ステータスに耐えきれず工作したもので、効果ゼロに涙を飲んだであろうことがうかがえる。効果は大変前衛向きなのだが、上がる能力は逆とちぐはぐしているのが嫌な印象。はあ、精神力上がるんだ。混乱暗闇毒向こうね、装備しといてみる。ま、よかろうよかろうて、アテライでキャノン装備できる。シズナちゃんも装備できるんだ。 MP が切れた時のためにアテラちゃんが開発した武器、非力なものでも使える防寒状のもので、自身の精神力を弾丸にして打ち出す特殊武器である。世に出てまだ間もないが、魔法使い用の護身具としてじわりじわり広がりを見せている。ちなみに私だけ装備できない。チキショー。はあ、まあそこ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 強いかなっていう、そんな感じか。なるほど。こんなもん？こんなもん作ってもらったの。休もう。またイベントが起こるかもしれん。イベントが起こるかもしれへんから休んでみようか、これ。うーし。お、女神チョコ？なんだこれ。私たちはパーティー4人なのに、もらったチョコは3つ。これは喧嘩になってしまうわ。女神様からもらったやつか。うまいことこの3つを4等分できないかな。でないと血で争いが勃発してしまう。いや、私別にチョコいいわ、3人で分けなさいよ。ベネッチ、それだとあかんやろ。え？嘘？すごい甘いんでしょ、そのチョコ。チョコはビターじゃないと口に合わないわ。3人でどうぞ。ちょっと聞いた、しずなちゃん。聞いた。チョコはビターじゃないと食べないって。なんかの決め台詞か。甘いもの嫌いなんですか？なんで敬語。いや、嫌いじゃないわよ。普通かな。だから好きな人が食べればいいんじゃない？普通ってどういうことだよ。甘いもの欲しくない？お腹が欲しがってない？正直になってよ。いや、別に。おやつスペシャルを議題に出した人とは到底思えないな。そういえばそんなアイテムもあったな。こんな美味しそうなチョコをする。もしかしてダイエットでもしてるのかしら？なんかおかしいわよ、あなたたち。確かにお菓子は貴重だけど、別に糖分が足りてないわけじゃないでしょ。私が2個取ろうってんなら、まだしも私は時代するっていうのよ。万々歳じゃない、食べなさいよ、ほら。あとダイエットじゃねえよ、くれたけど。今ここで糖分を取らないと、明日頭の回転が鈍くなって明日ダンジョンで死ぬかも。そんな場面あるわけないでしょ。たとえあったとしても、そこまで切羽詰まってたら砂糖水でも飲むわよ。信じられない。チョコをスルーして砂糖水をチョイスするなんてカブトムシじゃあるまいし。どんだけレアなツッコミで、生まれて初めてカブトムシが比喩表現として選ばれるのを聞いたぞ。カブトムシがツッコミに入ってくるのを聞くと、今年も夏が来たんだなって感じる。何言っちゃってんのそれ。そうですね、カブトムシは夏のツッコミの子供を戸惑うのは嘘だから。お姉ちゃんたちが悪かったから。アイちゃん可愛いな。別に体調が悪いとか遠慮してくるとかじゃなくて、あんまり口に合わないのいいから気にせず食べてよ。ベネッチみたいな人がいるから、カカオ 99% チョコとかが店頭に置かれて犠牲者が出るんだよ。あれは私でも苦いわ。そういえばチョコとかの説明文見てなかった気がすんな。女神チョコ。バトルのみ使用可能。 HP 全回復、防御、精神上昇。すげえこれ。女神様が戦闘中よく頬張ってるチョコ。防御と精神力を上昇させる不思議な効果がある。おい、肝心の攻撃力上がってないじゃん。女神パンチ、攻撃力依存だろ。剥き出しのチョコで手がベトベトするため、魔法ボーダー等で洗い流す必要がある。チョコレート効果なんて怪しげなものがどの程度あるかは知らないが、これを食べて精神が安定するなら、確かにストレスに強い品物なのかもしれんな。はは、女神のオルゴール。メニュー時に使用で女神を呼ぶことができる。戦闘が終わったら帰るんだと思ったらついてくるし、何食わぬ顔でやでやでイベントを起こしたりする。自分の活躍に満足するか、夕飯が近づくと去っていくとか。はあ、知らない人と女神様を一緒に置かないでください。ボス戦に突入すると邪魔したくないので帰ります。故障かなと思ったら甘いものを与えて、それでも動かないようなら最寄りのサンタクロースに相談してください。はあ、ボス戦はダメなんだこれ。へえ、なるほどね。ショコラコーン、稲家の野菜、稲科の野菜、おやつの王様、甘みがたっぷり詰まったトウモロコシ。いいねー、トウモロコシいいねー。お腹空いてくるねこれね。とりあえず食べさせよう。防御力、アナンタアナンタマンドレイク臨床性。
しずなちゃんが遅いのって意外と役に立ってるんだよね。愛ちゃんかな。精神力はしずなちゃんでいいです。さてもう一回止まってみよう。おシャドウビースト、ガオ何やってんのあなたちゃん。ねえしずなおのお姉ちゃん、さっきからあなたお姉ちゃんは何を暖炉に向かって吠えてるの。それはいい質問ね愛ちゃん。私の予想ではひょっとしたらこの暖炉の暗闇の中にシャドウビーストが潜んでいるかもしれない。いやそんなことはないだろうけど、でも念のために威嚇しておくかと考えてのあなたの行動だと思う。ただのアホの子や。いくらお姉ちゃんでもそれはないでしょう。ふうどうやらここにシャドウビーストはいない。バカだ。お疲れ様、コーヒーでも飲んどく。すまないね、一杯いただこうが。何ちょっと一仕事終えたみたいな感じになってんだよそれ。なんでそんな爽やかに功績を称えられるんだよ。明らかに不必要な行動だったろ。愛ちゃんにはまだ早いか。何がな、早くも遅くもないよ。ネガバクバ一生来ないで。パーティーのリーダーとしては宿の安全を確保するためにこれぐらいの慎重さがないよね。何その理屈。そんなわけのわからないことに時間を割くぐらいならリーダーとしてヒールの一つでも覚えればいいのに。それは言ったらあかんことだよそれ。ごわ、あなた急所なの。しっかりして、あなた傷は あるけどある程度深いけど、私が死んだらパーティーを頼む。ベネッチを立ててみんな責務に励め。とりあえず BGM なんだよこれ。なんでこんなとっておきなの。あなたにとってヒールは鬼門なの。小さい頃ヒールを覚えようとして滝から飛び降りる修行で三針も縫う大怪我をしたの。怪我さ、なんで竹から飛び降りるんで、明らかにヒール取得と関係ないだろ。あの時はさすがのベネッチも反省していた。吹き込んだのベネット姉ちゃんかよ。子供、目の前が暗くなってきた。子供にヒールすら覚えられない大人とバカにされて私はもうダメだ。バカだし、はいはい、全言撤回しますよ。どうせ MP の少ないお姉ちゃんが覚えたって、ヒールも大して役に立ちそうないもん。それは追い打ちかけてるからね。ひどいわ、愛ちゃん。あなたがこんなに苦しんでるじゃないの。あなただってヒールを覚えれば焼肉のタレの中にゴマを入れた程度の付加価値があるわよ。謝りなさい。私の何十倍ひどいんだよ。あなたしっかり。お、ベネチ来た。さてどんなツッコミを入れてくれるか。またバカやってんの。そろそろご飯できるからちゃんと座ってなさい。普通に動けるんじゃねえか。なんという統率力、明らかにリーダーはこの人。いい4人組やのこれの。もう一回。もう起きなかったか。さてさて、進むとするかいの。進むとするかいの。つか今プレイ時間が 何時間って出てた今。なんとなく気になったんだけど、プレイ時間何時間って出てた今これ。26時間54分。ほぼ27時間。ほぼこの実況プレイ動画は垂れ流しということを考えると、見てくださってる皆さん約27時間私の実況動画を見てることになりますね。これ本当にとんだ時間泥棒でございますよこれ。27時間って映画何本分だそれ。映画何本分だそれこれ。お、ここハラペコイエティがいた場所か。あはん、ここに用はないでございますな。他にいるのかな、他にいるのかな、いるのかな。いなさそうだけどね。イバラの盾、羽切り、羽切り。全てはこの剣から始まった。ダーテン？神はこの剣で罪を犯した者の白き翼を切り落とし地上へと落とした。地に落とされた罪人たちが作った社会が人の始まりであると言われている。そう、かつては神も人も同じ存在だったのだ。ちなみに妖精と魔物も同じものからの派生したもので、同じように羽がキーポイントになっている。羽の色。まあ、何に生まれようが私たちは今を精一杯生きるだけ。罪の浄化なんて過程じゃなくてね。結構強いな。防御力がどんどこ下がっていきます。防御力がどんどこ下がっていきますよ。どうなんですか、それは盾役としてどうなんですか。睡眠敏捷性低下残はーん、ま、悪くないけど、あ、ちょっと待って、これ愛ちゃんにいいんじゃない、愛ちゃんにいいんじゃないのそれ。どうなの愛ちゃん、 ARR ナイフとどっちが強いの。こっちが強い。 OK、 愛ちゃん強化完了。雪だるまが可愛いな。ジャックド豆の木、とりあえず降りようここあれか、クマのところか。ちょっとクマは置いとこ。
クマ置いとこ、クマは置いとく方向で行きたいと思います。わあ、やっちまったぜ、これやっちまったぜ、これ音でなんとかなります、音でなんとかなるんじゃないかなって私思ってます。なんか回復してますよ、回復してますよ、これゴー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 、死んだ、ふう、なんとかなったな、まったくもって、これこれウロボロス強そう、防御力上がる、即死無効、 HP 回復 7%、 名前はかっこいいのに自分の尻尾に噛みついてるという、なんだか間抜けな蛇の皮で作った鎧、蛇は脱皮で生まれ変わる姿から無限の象徴とされ、記号としても呪術としても大変貴重、重宝される生き物だ。ジャオウロボロスの撃破にも一冊の本になるくらいの冒険があったのだが、私はどうしてもあの姿を見ると弱い犬が自分の尻尾を追いかけてる情けなさを想像してしまう。別に弱い犬ってわけじゃないんじゃないの、それ今のこれってどうなの、混乱暗闇か、即死無効、こっちでいいんじゃない、ウロボロス上位互換、上位互換ではないけど、ああ、いい、いいと思う、いいと思います、わーお、ミャラか、今のオーバードライブなんですか、シナちゃん、あれか、なんか鎧だが私をいたわりなさいみたいな、それかまだ起動してないんだ、レベルが足りないっていうこと、じゃあいいです、次におります、あの水のやつを、水かけてタイムトラベラー的なやつをとりあえず倒しに行きたいね、もしくはマッスルマッスル的なそういうやつを倒しに行きたいんだが、私個人的には、お、いろいろ開いてる、さーて、昆虫博士証明書、昆虫博士証明書、エイディーンさん行ってきてもらえますか、これここだけの話にしておいてくださいよ、理由はどうあれ王女に働かせるなんてバレたら私の首が飛びますからお願いします、はあ、はオッケー、なんか今いろいろ手に入れたね、ほう、アナベネアイ、ほう、六魔封じるために作られた銃と防具定額よ、アジダハーカを頂点とする六大魔物を封じるために作られた刀、アジダハーカって六大魔物の頂点だったんだ、過去の大乱魔王に妻を惨殺された和国の鍛冶屋が気狂いと執念の境界で作り上げた受験で生娘17人を辻斬りし新鮮な血につけて鍛えている、その純粋な呪いはどんな魔に対しても防ぐことのできない一撃を与えるが、切られた娘たちの怨念は山となって積み重なり、命をなんで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 、はぁ、アジダハーカの卵やばいんじゃないですか、それ、アジダハーカの卵やばいんじゃないですかね、これ、あー、両手か、やっぱり両手ですか、両手でございますか、それとりあえず行ける場所がフェアモンスタークロノトラベラー、ここか、ほう、騎士、クロノトラベラーよりこいつが先か、まだこれ次の出てないな、てかプリンセスニアルでの推奨レベルまでまだ達してないからね、とりあえずどうせここにいるんだし、トラベラーちゃんを行ってみようぜ、トラベラーちゃんどこ、あれ、いなくね、トラベラーさんいなくないっすか、トラベラーさんいなくないっすかね、これね、トラベラーさんいないっすね、これね、あ、そう、じゃ飛ぶか、なんとかの、なんとかの騎士っていうところに飛ぶか、これ、うん、それもよかろう、まあ、宝の回収はほどほどに、ボスを退治しに行こうじゃねえか、これゴー、いきなりいるな、さーてさてさて、装備品をどうしようかな、水耐性ね、なんか水っぽい攻撃してきそうだけどね、水耐性ある、まあ水をしてくるとは限らんからな、とりあえずこのまま行ってみるか、なんとかなるんじゃねえかなって思ってます、氷っぽいな、氷っぽいな、かわいい子ちゃんやなこれな、ちょっとそれおっぱいどうなってんすか、それ
なんなんすかそれ、けしからんじゃないすかそれ、いくらなんでもけしからんじゃないすかそれ。とりあえず私に任せてな。アイスパーティー、攻撃力低下、そんなに強くなさそうな雰囲気は。あー、しずなちゃんにあの装備つけんの忘れた。まあいっか、なんとかなんだろう、なんとかなるでしょうと思っております。たまには愚痴らせて。暗闇とかになったりしません？暗闇になる。おう、こんなにはならないか。やっぱ氷系か。あなんたちゃん硬くねそれ。あなんたちゃん今ダメージ8ってのが見えたけど、あなんたちゃんどうなってんすかそれ。リカバー3でいいです。リカバー3でいいです。毒になったりしません？ノーリバイブ、力を貯めた。次のターン攻撃力が飛躍的。おう、ターゲット引き付け攻撃が解除されるって書いてあったね今ね。あはん、このターンすごい攻撃が来ますよってか、防御するか。じゃあ一応さて、なんやそれ、全部ミスって。なんやそれ、こけ落としにも程があるぞ。おめえ攻めよう。フレーム、あ、暗闇だからか、暗闇だったからか、そういうことか。ははー、なるほど、これは楽勝モードですな。これは楽勝モードでございますな、これな。ふん、アイシクルブレイド、スタンにはならないか。フレームが結構効くね。いいです。炎耐性上昇って書いてありましたね今ね。一応私に任せてしつつの、炎耐性上昇、サンダーとかの効くかな。スピリットブレスオールが切れ始めてるので一応かけましょう。腕砕きもかけて、アイスクローレース3、吹雪の息、あー結構痛い。暗闇が切れちった。おいし、リカバーかけての、暗闇にしての、アイスも切れ始めてるな。そうやすやすとは暗闇になってくれないか。なかなかブリザードが痛いね。リカバー、暗闇狙いつつのアイスクレイド。次のターンに備えて力を貯めた。うん？ならないか暗闇に。今回はまずいかもしれん。このターンはまずいかもしれんぞ。防御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 、ゴンゴンゴン、痛すぎるそれ。そんな痛かったんかそれ。これはまずい。暗闇にしつつ、よし暗闇、ナイス暗闇、なんとかなったな。これなんとかなったでしょう。ビッグプレゼント、リカバー、ちょっとスローメディかけますか。ノーリバイブ、よしよし、全能力底上げ、ダメージがだんだん効きにくくなってくるか。これチャキチャキっと攻めないとまずいかもしれませんね。これやろう、これやりましょう。オーバードライブ技忘れてました。だいぶ効かなくなってきたな。5000、いいね、いいダメージ。うおい、 9? 今9って書いてあった。ダメージとんでもねえな。アナンタちゃんの硬さもとんでもないけど、アナンタちゃんの硬さもとんでもないですけどね。これね、一応リカバーかけとか。毒とかになってくれたら嬉しい。
アイスクロブレイド。暗闇中だよね、まだ。まだ暗闇中ですよね。毒にはならんか。どんどんタフくなってんな、これ。こりゃちょっとまずいぜ。防御防御防御。ミスミスミス。オッケーオッケーやで。もう2ターン待ってから暗闇にするか。せやな。もう2ターン待ってから暗闇にした方がいいんじゃない？ターン計算的に言えば。いかがでございましょうか。氷の鎧の効果が切れました。はい、リカバーかけてスロメディかけて、よしよし。さーて、そろそろ暗闇にしていかないとまずいね。そろそろ暗闇にしていかないとまずいですね。ならない、これまずい。おい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 、スピリットブレスオールの暗闇にしてのそのリバイブ。うーやばい、このターンで暗闇にできないとまずいぞ。んー、ならない。ちょっちまずいかもしれないね。ちょっとまずいかもしれませんよ。ガッガッガッ、危ない。同じキャラに来てたら死んでるなあれな、完全にな。トリッキームーブド、よしよし。ふう、暗闇にしたい暗闇にしたい暗闇にしたいです。よし、暗闇になった。オッケー、次のあの1倍攻撃力アップみたいな時まで持つかな。持ってくれると嬉しいんだが。フレーム能力封じて、よし、攻撃力でかいね。よっしゃ、倒した。あり、危ない鎧。骨砕き。なんじゃそりゃ。危ない、危ない、危ない水着手に入れましたよ、危ない水着。どれどれ？布面積が少なすぎていろいろと危ない。霊気耐性。氷属性のボスからのドロップだから当然私は装備できるよね、と高をくくってた愛ちゃんだったが、何かに敗北したように膝を。でも本当に装備できるのは私だけなのだろうか。装備可能者欄をよく見てほしい。おかしな点に気づかないだろうか。そう、なんとか姉さんがこれを装備できそうなのである。装備可能欄に偽装するなんてとんでもない行為だ。私は許せない。ベネッチもそう思うだろ。ベネッチちょっと装備してみ。あら、水着グラフィックになったりはしないんだな、残念。でもこれでも混乱体制あるからそのままでいいんじゃない、別に。いいんじゃないでしょうか。それどうなんでしょうか。あとなんかもう一個手に、ああ、あと技を覚えてたな。うわー、気持ち悪い。ベリードットみたいなやつが出てきたな、これ。あとなんか覚えてたわね。骨砕き。敵全体の攻撃力をと精神力を5ターンの間確実に下げる。効果はわずか。こりゃいい。八方腕砕きの上位互換か。あー、ターン数がその代わり減ってると。なるほど。まあでもいいね、いいと思う、いいと思うんだ。どんどんどん、ナイス沈黙。骨砕き状態、いいね。骨砕き、あ、これはええわ、これはええもんだわ、これはええもんだわ。これ階段どこ、またお見えらか。おいし、おいし、おいし。100レベル。そろそろプリンセスにあるの推奨レベルに達するね。そうすることによって次のマッスルは何、マッスル的な、あいつも
お、またここか。唯一行ってないの右側だよね。行ってみるか。ゴーン。普通の道って書いてあったけどね。ウーパーキノコ。なんだそれ。また頭に乗せる変な系か？変な系だな。合成の仕方に問題があるキノコ。伝説の椎茸系レア。オートステート31。防御力がめちゃくちゃ上がる系か、これ。はーん。防御強化オーバードライバー座り。ウーパールーパーとスーパーキノコが合体すれば超人気なのでは？という、枯れた係長が考えた案を窓際に課長補佐が通して、その結果がこれだよというパクリ防具。ウーパールーパーの名残が、キノコの前面に壁のシミみたいに浮き上がってる顔しかない。あらゆる属性に弱くなる代わりに凄まじい防御力を得られるのは伝説の椎茸と同じだが、あれをはるかに超える毒々しいフォルムとデザインは頭に生やすのに大きな戸惑いを覚えてしまう。はぁ、あ、物理系か。マッスルマッスルとか、ちょうど、あれちょうどいいんじゃない？今から行こうと思ってるとこさ、ちょうどいいんじゃないのそれ。ちょうどいいんではなくてか。ガーゴイルリング。ガーゴイルリング。あー、昆虫博士証明書ってのも手に入れてたな、こう、そういえば。大地半減、毒睡眠無効。はーん。マブが夏休みにどっかの博物館に遊びに行った時に戻ってきた。子供騙しの子供用証明書、思い出の品らしく、これを渡してくれるということは私たちにかなり親愛の情を抱いてくれてるんだろう。こんなもの渡されても渡された方は困るのだが、だって私も持ってるし、そっくりなら。あなたちゃんも持ってるんやな。麻痺無効。討伐された石の魔物が弓にはめていたリング。青くぞ、むにゃ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 。少女の剣士。剣士の少女は魔王を倒した勇者。期待されてなかった彼女が魔王を倒すことで、いろんな、ぐるふら、うまい、むにゃ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 。むにゃむにゃむにゃ。はぁ、あ、昔は生きてたと言います。いろんな物語がありますな、これ本当にな。なかなかこれ能力わかんな。闇の秘伝書が弱いのか、単純に。単純に闇の秘伝書が弱いのかもしれませんね。こっからなんか落として、あなたが落としたのはこの金の斧ですか銀の斧ですかとかそういう的なのはないんですね。そういうのは多分ないですね、これ。骨砕きいいな。どれぐらい下がるのかな ?1 割ぐらいかな ?1 割も下がらないんだよ。5% とかかな、わかりませんけど。アルレナ。これなんか手に入れてたっけ？いっぱい手に入れてた。天球マント。お、当たり部屋だ。おー、結構レアが、結構レアが、いいの、来い、エイリーンか。いいの来い、カーネギリか。ネイバズーカ。ネイバズーカ？ベネチかい？ネイエクスプロード。遠い宇宙の英雄さんを仲間にして妹であったネイさんが旅の途中で死んだので悔やんで作られた弓。ダブルクロスオービーという戦力的にも、ハイグレスーツというビジュアル的にも、彼女が死んだのは誠に遺憾だと全宇宙が泣いた。弓以外にも剣とか杖とかいろんなネイ武器があるらしい。ゾビ的になんじゃこらという攻撃力を有している。臨床性が下がるかベネッチならなんとかするだろう。はぁ、愛の無知の方がでも強いんですけれども、それ資格ってのが相当リアリティが高いんかな、よくわからんけど。またここか。シャキッと降りよう。シャキシャキッと降りましょう。シャキシャキッと降りていきましょう、これ。よし。MP がなくなりそう。つうか、もうない。うわぁ、5層以上か、ここ。ちょっとさぁ、賞金組の1人や2人倒したいんだけれども。どうなの、これ。ちょっとこういうのこの強いんですから、これ本当に。ふぅ、ちょっと回復したいね。ちょっと回復したい。つか、もう階段アクティブってのは、これこの間手に入れたやつか。おっ、来たね。あー、ここちゃうんよ。ここじゃない。行きたかった場所はここじゃないんですね。行きたかった場所はここじゃないんです。スローメディに乗りバイブ。これはまずい。うわー、ベネッチ死んだ。
レイズ3で引き返して、ふぅ、回復しての、微妙に倒せないね。よし、何状態、アイちゃん何状態になってるそれ。あー、殴り、勝手に殴り続けよってことに。悪魔ちゃんのなんか、ん、今あったか、あった、悪魔の遺骨、睡眠混乱耐性、25% ずつか。物語の彼方に決めてしまうほどの遠い昔、勇者によって倒された魔王、魔王の娘が頭の皮を剥ぎ取って、はぁ、怖いんですけど。表情一つ変えずに加工する冷徹さに加えて、なかなか似合うじゃないかと鏡の前で発言したことから、さすがは魔王の娘だと万人から癒されたわ。実際は寂しさと悲しさがさせた代償行為なのかもしれない。魔王の娘はそれよりしばらく姿を消してから勇者の子孫と決闘することになるのだろう。はあ、おい、よしよしよし、まだここか。ちょっとさ、マッチョさんはどこにいるわけ。マッチョさんもしかしてあそこなのかな。マッチョさんは今んとこっていう可能性はあるけど、またここ。ちょっとさ、いい加減にしなさいよ。レベルが足りない、それともレベルが足りないんですか、もしかして。そういうことですか、そういうことなんですか、それ。お、なんか面白いの出てきた。ラビットデモンジェネラル、防御力高そうです。そんなに強くなさそうだ。倒すね。よし、養分になってもらおう。これ調子乗ってるとまずいかもしれんな。意外とタフいぞ、意外とまずいぞ意外とまずいぞ、これは頑張れ。よーし、大惨事でした。これひどいありさまですよ。これつけて、ふぅ、シャキッと階段降りたいね。ふぅ、お、見たことないとこ来た。マナロット、愛習得ありって書いてあったな今。マナプロード習得、お、命を動かす魔法の力、マナを大量に有した杖。マナは生物からしか取れない力である。ぶっちゃけた話、妖精の死骸なんかからマナは大量に取れる。スレ目当てで人間が暴走し、妖精たちに大変迷惑をかけたことがあるのは、我々が申し訳すべき過去である。すべての生物の体はマナによって支えられており、これがゼロになると全く動けなくなる。ただ生き物を食べている私たちが足りなくなることはない。ほほ、何覚えられんの。マナプロード、精神と防御力を上昇させ HP 回復大を付与します。これ自分一人かな、それとも味方全員かな。どちらにしても優秀だな。なかなか宝が多いですけれども、なんかオーバードライブが欲しいね。あ、なんたちゃんって今オーバードライブないんだっけ。これか、グラウンドローラーに変えよう。グラウンドローラーに変えましょう。マインドシーか、ボスとかいないかな。ボスの一人や二人いてもいいと思うんだ。お、いそうな雰囲気ですけど。ゴーゴー、よしよし、やっぱオーバードライブあると楽ね、これね。お、なんだこれ、上から飛び降りますよって、そういうことかな。そういうことかしらね、そういうことっぽいですね。お、いやちょっと待ってくれよ。それないんじゃないですか、それないんじゃないですか。だってそれまだ
3人目の賞金首も倒してないのにさ、そんないきなり中間地点っぽいよここ。どういうことなんすかそれ。つまりじゃあ右側行ってみようぜ。右側行こう。わーおー、おめえらか、倒せるかな。なんか炎っぽいけどね、炎っぽいけど、まあさっぱりわかりませんっていうとこですな。こいつ地味に強いな。地味強で、地味強ですな、これ。やっと、やっと100ですよ、これ。お？お？なんだいこれ。回復ポイント書いただな。お？ HP と MP を全回復だな。ならば倒してからの方がいいだろ。お？またドッペルアナンタちゃんですか。しつこい子は嫌われますわよ。能力下げてーの、能力下げてーの。おい、OK。あとはオートでなんとかやる、なんとかならんでしょうかこれ。なんとかならんでしょうか。なんとかなりませんでしょうか。なんとかなりました。あなんたの服、なんだそれ。あなんたちゃん服というかほぼ布、ドッペルアナンタが着ていた。炎霊気雷耐性睡眠無効、これは強えな。私の真似をするというけしからん奴が体に巻いていた黒い布、この布を引っぺがすと奴の体は水でも蒸発するかのように空気に溶けていった。どうもこの布が私を見て私の姿をコピーしていたようで、4人の中でリーダーであり最も魅力的な私をコピー対象に選んだということだけは評価してやらないこともないということで、こうして防具に採用してやった。いやー黙ってても分かる人には分かるんだな。なるほど、防御力だいぶ下がるし混乱耐性もなくなるんで、ちょっと待ってくださいね。あなんたちゃんだけか、属性耐性いいな。ついでだからこの上のやつも倒すか。あれいな、あれ今いなかった、今いらっしゃいませんでしたか。どいてくれ。よーし、邪魔なんですけど、邪魔なんですけど、よし倒しに行こう、倒しに行ってみようじゃねえかこれ。ゴー。なるほど、あの時の冒険者が赤い竜。はあ、一度準備をさせてやる。ああ炎系、炎系、つまり炎系、つまり炎系ですね。何体勢をつけていけばいいのかわかりません。打撃、刺し攻撃とかしてきてた気がするんだよね。炎、炎、炎。まあ、このままでいいんじゃないの、なんとか。なんとかなるんじゃないですか、なんとかなるんじゃないですかね、これね。あかんすかね。炎体勢、ゴー。兵器体勢はいいです。非耐性。だいぶ能力下がんな。まあ、しゃあないでしょ。炎耐性、炎耐性。炎耐性、炎耐性。炎耐性、3。炎半減、はあ、まあ妖怪か。とりあえずこんな適当な感じで突っ込んでみましょう。ゴーゴー。さーて、赤竜ゲオルギウスさん、てか今回時間がやべえ。今回今更だけど時間がやばいことに戦闘に入ってから気づいた私でございます。これは非常にまずい状況かもしれませんね。様子を見ているとな。そんな様子を見てていいのかい、様子を見てていいのかい、構わんのかい。俺が冒険者としてナンジラの最後の試練、そして滅びに挑む者の最初の試練、我が炎を見事受け止めてみよう。なんとかやってやろうじゃねえかこれ。ビッグプレゼントかけて、かごれないか、どうしようかな。ウォーター、イエスウォーター、コネックだけ、よしオッケー、よし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 、3000ですか。アイちゃん暗いすぎ、アイちゃんそれ
大ちゃんいくらなんでも今の食らいすぎ。そんな感じ。これはまずいっすね。これはまずいっすね。これはまずいっすね。本格的にね、これね、毒とかにできないですかね。できないっすね。この体勢をとことんつけていかないとダメか、ダメかい。これはまずいっすね。これは非常にまずいっすね。うあ、お、おお、これはこれはどうなんだ。いけるのか、いけないのか。いけない気しかしないぞ。これはチャキッと曲げて戻るっていうのも一つの手ではあるが、かごって腕砕きとチョークする。これ腕砕きとチョークしますか。これはまずいね。腕砕きとチョークする。よし、危ない危ない危ない。これスピリットブレスオール、トリッキームーブにマナップロード。あ、誰かにかけられるんだ。へえ。じゃあ、あなたちゃんとりあえず全員にかけよう。よしよしよし。あー、あなたちゃん硬い。さすがマナップロードの効果か。今精神力が大幅に上がってるから元気玉の方が強いんじゃないですか。どうなんすか、どうなんすか。それ暗闇とかになんとかできないでしょうか。マナップロード、防御を捨てて攻撃を強化した。これはまずいですね。そしてアイスが切れ始めましたね。ガッガッガッ、あぶねー。ふーいふーいふーい。よし、攻撃力低下。グググ。火力がパないの。火力がパないの、これの。リカバーの骨砕きもう切れ。あれ、アイスがなくなった。これアイスがなくなったよ。これこれまずいね。アイスがなくなっちゃったの、これ非常にまずいっすね。これね、終わった。危ねえ。大きく息を吸い込んだ。ちょっと防御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 、ガン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 。よし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 。これ自利品ですよ。アイスないし、もう、弱修士でスタン。マナップロード。くく。私に任せて一応するけど、スピリットブレスオールが先でしょう。トリッキームーブかけて。よよ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 、ガッハガッハ。これはまずい、これはまずいです。よしガッハ、なんなんだよそのカリコはよ。ちょっとおっさん困るよね、そういうことされるとね。本当にね、これね、ちょっと回復アイテムの無駄な消耗な気がしてきたな、これな。あがけるだけあがく、あと2個しかないんだよね。これも使いたくないな。こ
あれちょっと使いたくないんですけど、これどうでしょうかね。デッドリオーバー、ゴンゴンゴン。これはこれはうーん、オートチェンジ、アイちゃんゴー。オンオンオン、あぶねえ。これダイヤモンドブリザード、よし、おう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 、ダイヤモンドブリザード、ダメだなこれ。だアイちゃん頑張れるか、アイちゃんどうだ、頑張れるか、あかんよな、あかんと思うけど、どう、ドーン、体が勝手に動く、ちょ、ああ、まあ、そうだと思ったけど、そうだと思ったけど、これやばいやばいやばい、70分いってるって。おー、おしまい、おしまいです、今日おしまいです、今日おしまいです、はい、お疲れ様でした、次のパートでお会いしよう、またねー。